はい、はい、はい、ということで今回はですね、セレクションで登場するかもしれない大勢投手の能力予想をやっていきましょう。現在出ている大勢投手の表参ステッカーご覧のようになってるわけなんですけども、巨人純正やってる私がですね、これぐらいの能力で出てくるんじゃないかなというのがこちらです。どうぞ。はい、こんな感じですね。間違いなく9位は A に乗るだろうということで、もっとあってもいいぐらいかなと思いますね。で、請求は期待も込めて B をつけさせていただきました。ありがとうございます。続いて球種ですね。今現在このような感じになっていますが、大勢投手リアルではこんなに投げておりません。はい、残念なんですけどもね。なので、期待も込めてこのように能力予想しました。どうぞ。はい、ということで3球種にはなってしまうんですけども、一つ一つのボールはね、一級品なので、これぐらいの能力はあっていいんじゃないかなと思いますね。で、正直リアタイ目線で言わせてもらってかなり厳しくはなってしまうかなと思うんですけども、スリークォーター気味で投げるんで、リアル軌道の大会でめちゃくちゃ舞うんじゃないかなと思っております。コナミさん、大幅能力アップ期待しております。私は